素晴らしい、ファルドラッシュ、マジリスペクト。毎回俺の想定を超える戦術と罠とフェイクで敵を翻弄するんだ。それはもはや芸術、国宝級の芸術品をタダで見られるようなもの。こんな素晴らしいことがあろうか。あれはそう、ファルドラッシュが初めてベスト4に入った大会、あの時に回戦で俺はファルドラッシュと当たったんだ。表情は常に冷静、言葉は真実と偽りを巧みに混ぜ、そして息をするかのようにステージに罠を張り巡らせる。俺はすぐに分かった、この人が俺の理想なんだ、と。俺は自分を任した相手にもかかわらず、バハート選手を倒してベスト4に入ったファルドラッシュを見てだらみもなく興奮した。バハート選手の前陣を軽やかにかわし、フェイクに翻弄されたところを綺麗に一撃、同じ戦法を取る俺から見ても綺麗すぎてまるで天才ヒーローを見ている高揚感だったのを覚えている。今年は同じ舞台には立てなかったが、その分ファルドラ氏の活躍を目に焼き付ける。さあ、見ててくれ、最高のファルドラワールドを。さて、あれに捕まると即ゲームオーバーだからな、俺は姿をくらますとするか。あれ、ファルドラ選手、抱き上がった、だよ、カーレーしてる。気持ち悪い技だな、これはさすがのソフィア選手のドン引きなんで。あれ、なんか試合始まってから一番いい笑顔。あれだね、ゾンビってやつだね、噛まれたらゾンビになるんだよね。はあ、すっごく面白そう、ワクワクするよ。しっかり標準を合わせてモーションキル。ふう、またつまらぬものを撃ってしまったぜ。ゾンビを近づけを取り、それとこの空間を不利と分かっていても解除しない。そこから推測して、これからの攻撃パターンを予測して、まあ、見てわかる通り遠隔操作、それができる場所は一つ。まあ、この穴だよね、落とし穴として活用したように見せかけて自身の隠れ蓑として使う。私が落ちてから数十秒、それらからおおよその穴の深さを計算して。なるほどねー、大体わかったよ、面白いねー。さて、こうすれば相手は間違いなくこの穴を閉じるね。だって彼のいる場所は虫みたいに壁にくっついてたさ。穴全体に光線を打つことも可能性としては大きかった。だから避難用の横穴を作ってはいたんだけど、まさか可能性の低い方を選んでくるなんてな、少し驚いたね。さてさて、穴の中にいると思ってるだろうし、能力の手抜きでも見せてもらおうかな。あらあら奥さん、何かいいものでも見れるのかしら。静かに、今あの子が穴に向かって何かするから。いや、あれはミートロフさんちのファルドラ君じゃない、何をこそこそと。もういい年してもまだ穴掘りが好きなのね、男の子はいつまで経っても子供ね。そうね、どんなに体は成長しても心は少年のままでいたい、その気持ち、すっごくわかるわー。ふーん、それでこんなところで何してるの。え、そりゃあ観察。狙いは同じってわけだね、これは参った参った。まあ、とりあえず起きろ。前に頼み続いたら真横にいた、しかも当てひとつないところを見ると最初からフェイクだったってことか。穴もなし、これはたまげた。さっきまでの全部が旅行、嘘で作られた出来事だったなんてね。すごいね、感心したよ。まだ頭はついてこれてるか、これからどんどん僕に沼ってくよ。旅行、虚しい人と孤独の鎮魂か。あの技ね、私結構意味があると思っていたけど、実はそこまでの意味がないのかな。どうせだし、楽しませてもらうよ。技名通りだと錯覚させるために、技名通りの現象を作って、実際は違うことする、嘘つきの手口だね。いや、どっちかというと手品しかない。ディスディレクション、お客の目線や興味を誘導している間に別の手を作る。だとすればこの現象は一見、私だけの空間、だけどそれを実際にするとケインちゃんがカウントダウンを始める、だっていないんだね。つまり、私の似ている景色と外から似ている景色は違う、鳴らしてもちょっと変えてみようかな。事実変換、視点変更。なるほどなるほど、実際は目の前にいて違う風景を見せてるのか。旅行はその光を作って別のものを見せる、対象者はそれを真実だと思い込めばそれが現実になるってことかな。まあ、せっかく真正面にいるし、ちょっと脅かしてあげようかな。モーションキル。嘘だろうよ。おっさー、元気にしてた。元気元気、あんたも元気そうだな。今まで何してたんだ。ちょっと今の視点じゃ何も見えなかったから視点を変えてたんだよ。なるほど、そんな系統もできるのか。本当化け物クラスだな。さっきからあいつ、僕で遊んでる。まあ落ち着け、まだ僕のネタを披露してないんだ。せめて僕の秘蔵のネタを見ていってくれ。いいよ、飽きるまでは付き合うよ。頭脳戦好きだし。そうか、なら言っておこう。俺は本物のファルドラ、ニートロフだ。そして、僕は嘘つきだ。予想は運命の選択。ゲームをしようぜ。何、ルールは簡単。お前は本物を攻撃すれば勝ち、逆に偽物に攻撃すればその攻撃は反射されそっちにダメージがいくってルールだ。
面白いね。ちゃんとルールは守ってね。ああ、地球防衛軍第4部隊隊長、ハルドラの名にかけて。うまいね。先手で自分は本物って宣言したか。逆に怪しいよね。あからさまに誘ってるわけだし、それにルールも曖昧。これだと僕はインチキをたくさんしますって言ってるようなもんだよ。はっ、とことん私に不利なゲームだ。相手はただ笑って助ければいいんだからね。でも想定外だったのは複数で来るんじゃなくてあくまで一体なんだ。そこは少し考えてるね。来ないのか。まあまあ、せっかくだししっかりゲームを楽しませてよ。さて、まずはしっかり周りを観察っと。目の前にいるだろ、あからさまにさ。周りは全く違和感なしだね。そもそも彼は本物と偽物に対しては自分が対象だと言っていないのも怪しいよね。それに対象物がこんなわかりやすい見た目である必要はない。そもそも何をもって本物と偽物としているか。わかったか。これはお話にならないね。ゲームとして全く成立していない。へぇ。簡単だよ。偽物は君、本物は私、つまり私がどれだけ攻撃しても意味がないってこと。オーバーライド&モーションキラー。はい、正解。オーバーライドで私の条件と君の条件をとりあえず反対にしてみたけど、反射してこなかったね、ハルドラ隊長さん。やろう。勝手に条件変えるとかゲームマスターも真っ青なこと平然とやるなよな。賢いな。俺の言葉遊びには全く引っかからない。これはちょっと遊んでたらやばいかも。そうだ、さっきからずっと君がいろいろ仕掛けてるわけだし、今度は私からやってみようかな。君の虚構の真似事をしてあげる。事実転換、多重層。君に私の謎が解けるかな。今度は僕を試すか。ソフィア、ターフェアイト、いや、監獄島の異質姫。いいさ、僕だってやられっぱなしは嫌いなんだ。その余裕な表情を曇らせてやるよ。なんだ、近づいているはずなのに遠くなる。逆に意図的に離れたら。そうだ、後ろがない。これ以上近づけない。毒、粋な真似するじゃないか。ゆっくり考える暇なんて与えないってことか。どうする、法則性は分かったよね。どうやってここまで来る。あの野郎、俺がどう動くか純粋に楽しんでやがる。しかもこの空間、俺の虚構と同等の系統までも軽々しく。そうだ、馬鹿正直に受けなくていい。俺の虚構で消してしまえばいいんだ。オーバーライド。ダメだよ、そんな興ざめなことしたらさ。しっかり解いてよ。それができないならもうこの遊びを終わりにするよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。